ホームページ制作会社で働いているものです。僕は語彙力がなく、上手な文章が書けないのが悩みです。本を読む、ブログ執筆などで文章力が上達しますでしょうか？武井さんの登録力を鍛える話は好きなんですが、文章力を鍛えるのはどうされますか？とても気になりました。文章力？文章力ね。まあ当然、本を読んで上手くなるかどうかは分かんないです。その本が美しい語り口なのかどうかにもよると思うんですけど、美しい文章をいっぱい読むのがいいんじゃないですかね。俺も結構いっぱい読んだんで、言い回しとか、あとでも人の喋り方、上手に話すなこの人っていう人とか、綺麗に会話するなこの人っていう人の会話を、まあ俺は録音したりとかしてるやつをひたすら聞いて真似して喋るっていうことが趣味なので、だから文章も自分が頭の中で思い浮かべる文章じゃなくて、あの人みたいに文章書いてみようとかって書いたりとかするの で、それをこの人だったらこう書くだろうなって想像して違う文体で書いてみたりとか、いろんなことをしたので、文章も俺もまあまあ得意なんだけど、語彙力がないっていうのは、多分文章をきれいに書くことは多分できないんで、語彙力がないと、語彙がないと。だから言葉の種類は大事だと思います。たくさん言葉を知っておくっていうのは文章力には非常に重要だと思います。だからそうだね、たくさん、まあ、読み物したらいいと思います。あと言葉は、人の言葉はいっぱい聞くべきですね。絶対それは勉強になると思います。はい、やった方がいいと思うよ。